今回は心霊療法でリクエストにお答えします。リクエストの内容は肥満、老眼、高血圧等に効果がある動画を配信してください。飛蚊症、斜視に効く動画配信お願いいたします。先生いつもありがとうございます。毎日どんなエネルギーをくださるか楽しんで拝見させてもらってます。私は最近先生の動画知りました。先生の動画の中で皮膚に関するのはありますか？あったら教えてください。シミ、ほくろ、イボ悩んでます。よろしくお願いします。高齢者対象に聴力、逆流性食道炎をお願いします。はじめまして、飯島先生。5月にチャンネルに出会い、毎日拝聴させていただいています。私は日光アレルギーで春夏が特に辛いです。職場のブラインドの小さな隙間から入る紫外線にも全身が反応し、チカチカジンジンビリビリします。病院に見てもらっても日光を避けるしかないと、予防対策でしか治療がありません。日光アレルギー専用の動画ございましたらよろしくお願いいたします。膠原病やシェーグレンは陰性でした、というものです。高齢者を対象にというものがありましたが、特に高齢者に絞らずに全年齢に適合した形でエネルギーは送ります。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。まず肥満についてです。肥満というのは正常状態に対して体重が多い、体脂肪が過剰に蓄積しているというものです。まあ僕も肥満ですね。そしていろいろな病気の誘因になるとされています。原因は簡単で、食べ過ぎと運動不足です。多用するエネルギーは後でまとめて送ります。次は老眼です。これは加齢によって水晶体が硬くなって、厚さが変わらず焦点が合わなくなるというものです。僕も40過ぎた頃から老眼が出始めています。そして高血圧、高血圧は原因不明のことが多いです。飛蚊症、これは物を見ているときに黒い虫のようなものが動いて見えるというものです。生理的なものと病的なものがあります。生理的なものは眼球の小視体の中にシワができ、そのシワの影が網膜に移り黒い点に見えるというものです。また加齢とともに小視体が萎縮し、網膜から剥がれ、この部分が黒い点のように見えるということもあります。病気としては網膜剥離です。次は斜視ですね。目の筋肉や神経の異常ですとか、遠視、両眼視の異常、視力不良、こういったものが原因となります。両眼視というのは両目で見て、その情報を脳で統合するというものです。この両眼視がうまくいかないと、左右の目が別々に物を見るようになり、斜視となっていきます。視力不良も片方の目が悪いことで両眼視ができず、斜視になっていくというものです。そしてシミです。シミにはそばかす、老人性色素斑、乾斑、炎症後色素沈着、脂漏性角化症といったものがあります。そしてほくろ、イボ、これも普通にありますが、嫌なものは嫌っていうことがあります。逆流性食道炎、これは胃液や胃で消化途中の食べ物が食道に逆流して食道に炎症を起こし、胸焼けや胸の痛みが生じるというものです。最後に日光アレルギー、これは正式には光線過敏症と言います。太陽光にさらされた皮膚に赤みや炎症、痒みを伴う皮疹が生じるものです。それではまず最初に肥満、血圧、生活習慣病に対応するエネルギーです。
終わりました。次は老眼、飛蚊症、斜視など目に対応するエネルギーです。終わりました。次はシミ、ほくろ、イボ、アトピーなど皮膚に対応するエネルギーです。終わりました。次は聴力、逆流性食道炎など耳や内臓に対応するエネルギーです。
終わりました。次は日光アレルギーなどアレルギー全般に対応するエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。